もう今がその時ですよね。今回はマジで負けない。で、メタルクロウ、電光セッター、セッターだって、電光石火、メタルクロウ。で、キモリはポケモン変えます。空き地、空き地をちょっと育ててみましょう。おい、はい、岩木外れた、岩木の攻撃外れた、岩木の攻撃外れたぞ、岩木の攻撃外れました、勝った勝った、よーし、こういうね、やっぱね、やっぱちょっとの運、やっぱね、運が悪かったんですね。こんなもんですよ、ちびっこ。見てるか、ちびっこ。やっぱ大人がね、本気出したら、こんなもんですよ。はい、オブがレベル上がりましたよ。よーし、ちびっこ見てっか。やっぱ大人がね、本気出すと、こうなっちゃうんですよね。必然的に。よっしゃ。勝ちましたね。わー、もう、今回の動画もう終わりでもいいや、これで。まあね、もうこんなことはないですよね、おそらく。おそらく、この動画で、最大の山場を超えたって感じですね。あとは、まあもう公約通り、もうサク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 進めていきますよ。よっしゃ。オブが勝ちました。オブケがついに勝ちました。はい、見えた瞬間、オブケ進化しますよ。見えてる、今回の俺見えてる。たけしも倒したし、オブケの進化も、やっぱここ見ましょうか。ね、ビートが押しちゃって、止めちゃったらね、つまんないんで。はい、オブケ進化しますよ。はい、オブケ進化した。オブケがリザードに進化しました。よっしゃ。あぶねえ、マジで。なんかね、確かお月見山、うわー、そのパラス出てきた。カニポケモンのパラス出てきましたよ、カニポケモンの。パラス。待って待って、パラスいらねえよ、でも。これ、あ、ダメ。これね、ものすごい強いラッタが出てくるんですよ、確かここ。そこで死んだら、戻されちゃう、お家に。ラッタの前に、ラッタ、そうだ、ラッタいたな。ラッタがいる。ラッタがいる。うわ、びっくりした。変なポケモン出てきたと思ったら山男だった。ポケモンかと思った。山男だった。オッケーオッケー、1、2のポカン。え、何忘れた？よしよし。はい、すぐ覚えましたよ。順調。情報をくれた人がいて、ポケモンはどうやら、ダッシュは B ボタンを、長押しでいいと。目から鱗の情報をね、いただいたんで、今回から、ダッシュは連打しませんと。で、ポケ戦に上の段で入って、これね、思ったんですけど、チャンピオンロードとか、やばいことになりますね、多分。もう、今からもう、今からちょっと憂鬱ですね。チャンピオンロードどうなるんだろう。あ、右上ドライチ見てください。念力覚えました、念力。念力覚えんのこいつ。これやばくないかこれ。だって念力って相当強いでしょ。これ、何騒ぐ受けない。防音だよ。そうだよ、受けないよ。そんな。だって今深夜の2時半だもん。その騒いでらんないよ、こっちは。ね。なんか、念力覚えてめっちゃモチベーションが上がってきますけど、急所に当たってこれだぜ、だって。これ、あ、来た！来ましたよ。磯野の様子が、おかしいですよ、磯野の様子が、下の段の磯野の。オッケーオッケー、これで岩も、硬くなって、あれ？どうしたんだ？左上負け、また負けちゃったか、大悟さんですね。大悟、また倒しに行きます。まあ、いや、ちょっととりあえずの皆さん、独占映像ですね。あー、また見逃したよ！霞の、まあ、いや、岩進化してねえじゃねえかよ！なんでだよ！もう、これ進化止まりすぎだよ。ちょっと待って、これ、確認、これ、なんかこれ、対策を練る必要がありますね。はい、じゃあポケモン、6画面で一気にビレッジクリエーションということで始めますよ。まあもう説明は省く。まあね、いいね、この企画に、もう最適の、あれですね、たくさん食べ、よく寝て運動することで体の、これ強いでしょ、明らかに。これはかっこいい名前を、つけてやんねえと。ダメだな。ちょっと待ってね、何にしようかな。こいつは期待できんな。やべやべ、これはかなり期待できる。こいつをちょっと育てていきましょう。こいつを育てていきます。ズンのヤスを、これからはズンのヤスをエースとして。磯野頑張れ、磯野待ってるよ。何が言いたいか分かってる。多分俺は葉っぱカッターを忘れちゃったんでしょやっぱでもね、分かってても、口に出さなきゃ、あ、口に出しちゃいけない言葉っていうのは、あるんですよ。ね？あるよね？そういうこと。今はそういう状態。分かってますよ。多分俺は葉っぱカッター忘れてるんですよ。知ってるよ、そんなの。葉っぱカッターって20ぐらいで覚えるでしょ、どうせ。俺は葉っぱカッターを忘れましたよ、確かに。
忘れたんだが、バグで覚えてねえんだか知らないけど。確かに、よし、そんなこと言ってる間に雑談タイムが終わって、大悟の手紙を渡して、むずみちゃんも、磯野で、ピピがない。ピピがないから宿る気で、削る。何？パパが電話してきたよ、左。ちょっとストップ。大家さんから、若干、注意を受けても、俺のテンションは下がらない。なぜなら、ポケモン6画面で、今日は、クリアするから。ね、下がらないですよ、俺のテンションは。言ってやりましたよ。すいません、今仕事中なんですって言ってやりましたよ。そしたら、まあ仕事だったらしょうがないと、仕事だったらしょうがないってそう言ってくれましたよ。なのでね、テンション落とさずに行きますよ。仲良くなったんでね、大家さんとも和解したんで、かなり理解のある、実況に理解のある大家さんでよかった。よし、そんで眠るから、眠らして、ライトのレベルを上げられる。よしよしよし、念力のマッドショット、オッケー。あー、間違えちゃった。これ絶対空き地に攻撃しちゃったよ、俺今。見えたもん、空き地。死ぬなよ。くっそ、マジで悔しいな、ほんと今の悔しい。分かってたのに、俺。手が止めらんねえ。まあ、いいや。もう良くねえけど、ちょっと、戻ろう、一回。だめだ、空き地のレベル、もう、戦力にしなきゃいけない、無理やり。あー、こうやってこいつにもらう。くっそー。